りはない。あの頃に戻れる思い出は尽きない。みんながこの冬の空に向かって祈っている。東京ドームは強襲に満ちています。武藤圭司、ここがレスラー人生最果ての地。光の裏には影がある。栄光の嬉しさも限界の悲しさも知ってなお武藤は武藤であり続けました。幾多の怪我は彼の人生の勲章。レスラー人生の黄昏、太陽は沈む時が一番美しい。散り際は美しく、プロレスは彼を選び、彼はプロレスを選んだ。切ないまでのプロレスへの純愛。生き様と死に様、真っ白になるまでただ静かに見届けよう。息もできないこの一瞬を。別れた我が青春、内藤哲也。東京ドームはおっと山本総理に捉えております。リングサイドにはさまざまな著名人がこの武藤圭司の引退試合を見届けます。東京ドーム異様な熱気を帯びております。そして強襲に満ちております。武藤圭司の38年4ヶ月に及ぶ長い旅路の終着駅、相手は内藤哲也です。ゴールのないマラソン、これを走り切った先にもう戦いはありません。さて放送席は辻義成さん、そして長野正弘選手に加わっていただきます。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ長野選手、はい、いよいよですがどんな気持ちでしょうか。まあでもちょっと複雑ですね。怪我なくリングを降りてもらいたいという気持ちもあるし、最後まで追いつけるまで頑張ってもらいたいという、はい、両方ですね。そうですか、はい。棚橋選手、はい、このリング上の2人見て今いかがですか。
僕的には、はい、悔しいですね。はい、高橋選手も高橋選手の前に立ちたかった、はい、最後武藤さんとね、やりたかったですね。そうですね、はい、さあウォーミングアップ、もう戦いが始まっているか。さあ武尊選手、はい、どんな気持ちで今見てますか。いやもう本当言葉が出ないですけど、ね、本当にもう全部心に焼き付けようと思ってます。はい、はい、さあ辻さん、はい、まあ、武藤選手の表情何かこう複雑に見えますがいかがでしょう。覚悟はできているというそういう眼差しと見ましたね。そうですか、はい。さあ今ボディチェックが行われております。武藤敬司、この覚悟の決まった表情に見えます。さあ皆さん、どんな戦いになりますかね。そうですね、まずは引退試合をやってね、優秀の美を飾ってくれることがどれだけファンにとって嬉しいかっていうところですよね。そして両足のハムストリングの肉離れの状況、まずはそこをね、序盤見極めたいですね。